ご無沙汰です。ちょっとあの音が取れてなかったんでアフレコ的な感じで入れていきたいと思います。今日これもう春近づいてきたんでキャンプの準備、今年はバイクでキャンプ行こうと思ってるんで、テント買ったんですよ。テントっていうかバイクで持っていけるやつ、それをちょっと一回試し張りじゃないけど試してみようかなって感じ。群膜のやつ買ったんですよね。群膜のテント、テントつうかシートみたいなやつ、それにバイクとあとポール今回丸棒で作ってみたんで、バイクとポールでそのテント張れるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。まあテントつうかもタープ的な感じだけども、ほとんど。はい、それではちょっとやっていきましょう。ちょっとこれ買ったんです、これ。あのね、正方形のやつ、180ぐらい、ブルガリア軍って書いてた。これね、ポンチョになってて、なんかね、ポンチョにもなるらしいよ、ボタンがあって。多分ここだけ開いてるから、なんかさ、銃じゃない、銃使うんじゃない、ここ。こっちは開いてないの、わかんないけど、とりあえずこれ使ってちょっとやってみます。で、今回作ったタッポール、これなんですけど、あの3ピースでつけれるようにしてます。あ、作り方見たい方はあの最後に載せてるんでちょっと見ていてください。これただね、あの釣り竿みたいにつけるだけ。あ、間違えた、ちょっとまだ色つけてないんですけど、色つけると思います。こんな感じ、120センチ、これをちょっと立てて、あとバイクも使って、バイクとこれを使ってテント立てるって感じですね。ちょっとやってみます。もういけんじゃない、これで。これでこれ立てて、なんかあれ、なんか思ってたと違う、なんか。ちょっと待って、ちょっと思ってた形と違うんだけど。これやばくない？ガチキャンプじゃん、もうこれ。想像してたの違うけど、なんかかっこいいな、これ。これはこれで、かっこいいな。よし、どうこれ。あ、なんか思ってたのと違うけどいいわ、これで。なんかちょっとなんかやればね、あそこ真ん中にさ紐つけてもいいかね、後ろにこう、あ、なんかつけて、あ、これいいじゃん、かっけえこれ。あ、やばい、風強い、マシかも。こんな感じ。ここでさ、これ寝れるもんね、普通にね。あのシートも買ったんで、グラムシートで、ここで焚き火できんじゃん。てかね、思ったんだけどさ、あの家みたいにしなくていいよね。こんな感じです。なんか血みたいなのついてる、怖い。ちょっとこれまあ一回試し張りなんで、これでこんな感じで、ここがてか多分ね、もうちょいちゃんとした張り方があると思う。ちょっとなんかいろいろとやってみましょう。とりあえずこのこれ気に入ってる、この群膜のブルガリア軍のやつ。なんか結構調べたけどさ、みんなさ2枚とかなんだよね、最低でも2枚。あ、お前飛ばすな。2枚張りなんだよね。1枚張りでさ、1枚張りってもうこれがさ限界じゃね、こんなもんだよね。タープとして使うようなもんだよ、ね、まあタープとして使う感じでいいんです。そうそうそう。
バイクで行くときはデイキャンプなんで、マシ連れていけないからさ、こんな感じでバイクにくくりつけてこれテントなくてよくねこれテントなくていいよね、 これだったらまあちょっとキャンプ気分を味わいたいから、これをそう、ただそれだけ。うん、所詮キャンプってそんなもんでしょ。だって家あるんだもん、家帰ったら。このさ、タープさ、タープのポール、これあのホームセンターで売ってる丸棒で作ったんですけど、結構普通にいいよ。で、作り方も結構簡単なんで、作ってみたい人ちょっとこの後あの作り方載せたんで見てみてください。結構いいです。はい、そんな感じです。じゃあ小室さんです。ちょっと走って帰ります。よし。